今週の日曜日の東京競馬メインレース共同通信杯、今後のクラシックを占う意味でも楽しみなメンバーが揃ったこのレース。このメンバーの中で注目しているのが立東の上村厩舎所属ベラジオボンド。昨年のセールで1億1000万円で取引されたロードカナロア産駒、通算成績1戦1勝とキャリアはわずかながらフットワークの大きい走りが特徴の3歳牡馬。新馬戦を上がり最速で抜け出し着差以上の強さを見せたベラジオボンド。調教でも牡馬を相手に先着し、非常に伸びやかなフットワークで走りの柔らかさは3歳馬の中でもピカイチ。管理する上村調教師もメンバーは強いがどこまでやれるか楽しみの方が大きいと手応え十分。自身も元騎手だけにこの馬の能力に期待している様子。今後が楽しみなメンバーが揃ったこのレース、この馬がどこまで力を見せてくれるのか非常に楽しみです。